そうそう、キルさん、この前ついに私あれになっちゃった。あれ？恥ずかしいんだけど、ぎっくり腰になっちゃったの。ぎっくり腰？はあ、ちょっと年齢感じちゃった。めちゃくちゃ痛いのよね、あれ。もう全然動けなくて。それは大変だったな。言ってくれれば駆けつけたんだが。本当？でも駆けつけてくれても、キリュウさん何してくれるの？熱い応援を届けるぜ。ありがとうございます。でも正直、誰かがそばにいてくれるだけで助かるんですよね。動けないって本当に辛い。身の回りのことすらできなくて結構落ち込みました。もし今度なったら俺を呼べ。キララが落ち込まないようにいくらでも応援してやるさ。そうします。でもどうせなら応援だけじゃなくて買い物とかもお願いできるといいんですけど。確かにそうだ。応援しつつ買い物をするとしよう。助かります。絶対呼びますね。だが病気になると健康のありがたみを感じるよな。そうですね。健康なうちは一人でも大丈夫だけど、病気や怪我しちゃうと一人で生きるってほんと大変。改めて誰かそばにいてくれる人が欲しいなって思いました。キララは今そういう人はいないのか。引く手あまたのように見えるが。全然なんですよね。どこかにいい男はいないかしら。なんなら紹介するぜ。え、本当？俺なんかどうだ。え、キリュウさん？ああ、まあ不器用だし、キララに見合うような相手じゃないかもしれんがな。そんなことないと思うけど、本気で言ってくれてるなら私も。まあ現実的には無理だけど。え、無理？店長がキャストに手を出すのはご法度らしいからな。こんなにいい女が目の前にいるのに切ないぜ。なら店長を辞めた時には私とお付き合いしても問題なくなりますよね。ああ、そうなるな。なら早く辞めてくれないかな、なんてね。冗談です。そういえば、あれからフォーシャインはどうだ。無事に馴染めたか？おかげさまで。自分から話しかけてきっかけを作ったら、若い子たちとも仲良くなれたわ。それは良かった。特に小雪ちゃん、あの子は可愛いし人懐っこいしいい子ね。ああ、そうだな。まあまだどんくさいところはあるか。でもあの子は将来的に伝説のキャバ嬢になりうる逸材だと思う。私が言うんだから間違いないわ。昔のユキさんに似ているわね。確かに小雪もユキに憧れてこの世界に入ったくらいだからな。あんな素敵な子に憧れてもらえて、ユキさんが羨ましいわね。キララも憧れられる存在だと思うぜ。そうかしら。ああ。もし露骨に口に出す奴がいなくても、みんなの顔を見ればわかる。キララみたいになりたい。どいつもこいつもそんな目をしてるぜ。本当？お世辞でも嬉しいわ。お世辞じゃないさ。キララはそういう存在だ。だからずっと輝き続けてくれよ。キリュウさん、ありがとう。
その期待に応えないとね。しかし順風満帆のように見えるキララでも誰かを羨ましく思ったりするんだな。そりゃそうよ。私は正直、少し前までの伝説のキャバ嬢だった私は好きじゃないし。どうしてだ？あの頃の私は誰にも負けたくないっていう気持ちだけで働いてたの。お客様のためでもお店のためでもない、私のプライドのために働いてた。結果的にそれで生活は満たされていたけど、心は満たされないままだった。お客様のこともどうやってお金を引きずり出せるかばかりで、その人の生活や幸せなんて考えなかった。お客様を第一に考えるフォー社員やユキさんとは真逆よね。とんだ未熟者だわ。キララ。私はきっとそんな真逆のユキさんに勝つことで自分が正しいことを証明したかったんだと思う。バカよね。いくら売り上げで勝ったって、そんな心構えのやつが勝てるわけないのに。キララ、お前は。ユキに憧れていたんだな。憧れか、そうね、そうかもしれないわね。自分には絶対になれない存在、そして自分がなりたかった存在だからこそ執着していたのね。私は今さらそれが分かったわ。ありがとう、飛龍さん。私の本心に気づかせてくれて。何？俺は話を聞いていただけさ。だが今のキララにはユキと同じような温かい魅力を感じる。今のお前なら本当の意味でユキに勝てるかもしれねえぜ。そう？なら現役である以上それを目指さないとね。憧れのユキさんに近づけるように、自分が一番だって胸を張れるように頑張らないと。ああ、今のキララだったらきっとなれるさ。